ね、ご協力で成り立っていると本当にありがたく感謝申し上げます。いよいよ第3部も後半になりました。次にご登場いただきますのでございます。阿波踊りには3つの遊戯踊り方があるという、縦に提灯を持って縦に大きく踊る、先ほど言うのは朱雀連だそうですね。それから腰を落としてそのまま回って数歩上下あまりしないで踊る、向こうでいう御茶兵という連がご茶兵流、そしてもう一人がのん、もう一つがのんき流という、今日これからご覧いただきますが伝承しております、踊り方でございます。まあ各連それぞれにそういったそのいろいろ組み合わせながらですね、男踊り、女踊り、そして演出なりものとのミックスということを楽しんで組み合わせているわけです。それではご覧いただきましょうでございます。どうぞ。
失礼いたしました。練習会間違えまして、今年は結成11年目を迎えました、胡蝶連でございます。